Ezekiel Wheels. Ezekiel chapter 1 16. New International Version. This was the appearance and structure of the wheels. They sparkled like toppers, and all four looked alike. Each appeared to be made like a wheel, intersecting a wheel. エゼキエル書第1章16節第30年4月5日に私がケバル川のほとりで囚人の人々の家にいたとき、点が開けて神の幻を見た。これは エホヤ金王の虎へ移された第五年であって、その月の五日に、主の言葉が、ケバル川のほとり、カルデア人の地で、無事の死祭しエゼケールに臨み、主の手が、そのところで彼の上にあった。私が見ていると、見よ、激しい風と、大いなる雲が北から来て、 その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。またその中から四つの生き物の形が出てきた。その様子はこうである。彼らは人の姿を持っていた。おのおの四つの顔を持ち、またその おのおのに四つの翼があった。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨いた聖堂のように光っていた。その四方に、おのおのの翼の下に人の手があった。この四つのものは皆顔と翼を持ち、翼は互いに連なり、 行くときは回らずに、おのおのの顔の向かうところにまっすぐ進んだ。顔の形は、おのおのその前方に人の顔を持っていた。四つのものは右の方に獅子の顔を持ち、四つのものは左の方に牛の顔を持ち、また四つのものは後ろの方に和紙の 顔を持っていた。彼らの顔はこのようであった。その翼は高く伸ばされ、その二つは互いに連なり、他の二つを持って体を覆っていた。彼らは、おののその顔の向かうところへまっすぐ行き、例の行くところへも彼らは行き、その行くときは 回らないこの生き物のうちに燃える炭の火のようなものがあり、松明のように生き物の中を行き来している。火は輝いて、その火から稲妻が出ていた。生き物は稲妻のひらめきのように早く行き来していた。私が生き物を見ていると、 生き物の傍ら、地の上に輪があった。四つの生き物各々に一つずつの輪である。もろもろの和の形と作りは光る光らん石のようであった。四つのものは同じ形で、その作りはあたかも輪の中に輪があるようである。その行くとき彼らは、 四方のいずれかに行き、行くときは回らない。四つの輪には輪縁と幅があり、その輪縁の周囲は目をもって満たされていた。生き物が行くときには輪もその傍らに行き、生き物が地から上がるときは輪も上がる。例の行くところには彼らも行き、輪は 彼らに伴って上がる。生き物の霊が輪の中にあるからである。彼らが行くときは、これらも行き。彼らが留まるときは、これらも留まり。彼らが地から上がるときは、輪もこれらと共に上がる。生き物の霊が輪の中にあるからである。生き物の頭の上に 水晶のように輝く大空の形があって、彼らの頭の上に広がっている。大空の下にはまっすぐ伸ばした翼があり、互いに相連なり、生き物は各々二つの翼を持って体を覆っている。その行くとき、私は大水の声、全能者の声のような翼の声を 聞いた。その声の響きは大群の声のようでそのとどまるときは翼を垂れるまた彼らの頭の上の大空から声があった彼らが立ち止まるときは翼を下ろした彼らの頭の上の大空の上にサファイアのようなくらいの形があったまたその のののの形形上に、人の姿のような形があった。そしてその腰と見えるところの情報に火の形のような光る青銅の光のものがこれを囲んでいるのを私は見た。私はその腰と見えるところの下の方に火のようなものを見た。そして彼の周りに輝きがあった。 その周りにある輝きの様は雨の日に雲に起こる虹のようであった。主の栄光の形の様はこのようであった。私はこれを見て私の顔を伏せたとき語る者の声を聞いた。今から 35年ほど前のこと、司会司会の機関誌に、私がこんなエッセイを書いた時のことです。ショートエッセイを連載していました。キリストは宇宙人であったかもしれないと、途端何十本もの抗議の電話が鳴り続きました。当時はまだそういう時代で、私はそう書きながらも、 記事の内容についてて自信が持てませんでした。私はただひたすら低姿勢に謝るしかありませんでした。以来35年ほど、今の私はこう断言できます。キリストはエイリアンに近いハイブリッド種のヒューマノイドであったと、そして処刑されたのは人間もしくは人間との混合種の イエスであったと、イエスはキリストの替え玉だったということになります。で、キリストはともかく、旧約聖書の神々は宇宙から地球への来訪者、つまり ET であったことはもう間違いありません。その証拠の一つがエゼキエル書ということになります。その内容を丁寧に読むと、 それはまさしく今で言う UFO であったことがわかります。そこに表現されている UFO は車輪の形をし、車輪の中に車輪があったというのです。しかも極めて現実離れしたメカニックな UFO ということになります。それを皆さんにこうして紹介していますが、ここで重要なことは こうした事実が現在、聖書の形で今に伝えられているということです。そうした事実をこの動画を通して確認していただきたいと思います。というだけでこの動画を終わってしまったら皆さんも満足なさらないと思います。そこであちこちの動画を調べてみました。それがここに紹介している動画です。 エゼキエル書の内容と完全に一致するものではありませんが逆にこうした飛行物体を見たら皆さんは文章でどのように表現するかそれを考えてみてくださいその後いろいろな言語に翻訳されていることを考えるならこの辺りが限界ということになるのではないでしょうかそれは車輪のような形をしていた そして、車輪の中には、もう一つ別の車輪があって、別々に動いていた、と。これぞまさしく、聖書の中の UFO ということになるのではないでしょうか。それにしても、不思議というより、マジカルな形をしていますね。Bye for now. UFO Experiments by Hiroshi Hayashi September 24th 2016 Here in this video I conducted two UFO experiments to examine if the UFOs in the following videos are real or are fake though I know it is up to you to draw the final conclusion of it You be the judge.Thank you and see you again a bit later. 二つの UFO 実験をしてみました。公開されている UFO 動画が本物かどうか知るためです。が、最終的に判断なさるのはあなた自身ということになります。広し早市、ハ City, Japan. 信頼のおける UFO サイトに紹介されていた画像です。こうした画像を見てどう判断するかは私たちの問題ということになります。それ以上検証のしようがないからです。それに最近では UFO のインチキ動画にしてもさらに手の込んだものになってきています。ロシア発。 中南米発の動画にはその種類のものが多いようです。私も当初何度か騙されました。で、検証ということになりますが、要するに知恵比べということになります。インチキをする人には、インチキをする人特有のドジというのがあります。そのドジを探し出します。が、その反対のこともあります。 あまりにも現実離れしているということで、最初はインチキだと思ってしまうケースです。裏を返して言うと、インチキをするならするでもう少し現実に近いものを作ったら良いのではないかと思うような、そんな動画です。が、その範囲を超えて現実離れしている。例えば、先日も紹介しましたが、ある巨人の 動画があります。見るからに身長が3メートルを超える巨人です。そんな巨人がのしのしと群衆の中を歩いている。そんな動画を見れば誰だってインチキとわかります。インチキだとわかるからそのままスルーしてしまいます。つまりインチキをするならするでインチキ動画を作る人はもう少し人を 騙しやすい範囲でインチキをするだろうということです。例えば、身長が2メートル50センチ程度にとどめるとかなど、3メートルではあまりにもありえません。もしそれが本当なら、私なら私が偶然そういった動画を見つける前に、周囲で大きな話題になっていたはずです。で、そういう視点で、 最初にここに紹介する動画を見てください。光の集合体が飛んでいく動画です。光の集合体が夜空を並んで飛んでいます。その動画についてですが、その動画が本物で,本物であるかどうかという判断は別にして、その動画はインチキ動画を作る人なら、こういう動画を作るだろうなという範囲に収まる動画です。悪意があれば、 こんな動画は簡単にできます。私にもできます。つまり、簡単にできるという点で、本物とは断定できないということになります。偽物とも断定できませんが、本物であると断定するのは、さらに難しいという点で、本物とは断定できないということになります。が、続く動画はどうでしょうか光といっても、 言葉でどう表現したら良いか分からないような光です。見るからに奇怪な動画です。細い竹でできたカゴのような物体がくるくると回りながら夜空を飛んでいます。中心部には不規則に形を変える光がゆらゆらと動いています。よく UFO を間近で見たと主張する人はこう言います。 この世のものとはとても思えなかったと。私が大変信頼するある人もそう言っていました。最初見たときは黒い雲のようだったが、それがぐにゃぐにゃと動いていると思っていたら、やがて V 字型の UFO に姿を変えた。とてもこの世のものとは思えませんでしたと。この話にしても、私は最初聞いたとき、 あまりにもということで、信ずることができませんでした。で、UFO の再現検証ということで、この動画を作ってみました。校舎のとてもこの世のものとは思われない竹で編んだカゴのような UFO についてです。つまり、もしインチキ動画であるなら、どういう方法で作ったかと。で、 色々な情報を集めてみました。その中でも一つ思い当たったのが子どものおもちゃでした薄い金属製の紐をつなげたおもちゃですそれをくるくると回すとシャボン玉のように膨らんだり縮んだりします回転数によって複雑に形も変えますそれをここに紹介しますがそのおもちゃなら 同じような形になり、また同じような光を反射することが分かりました。がそこまで、中心の軸を手で回しましたが、動きが不安定で、動画の中に紹介されている UFO とはまるで違います。で、私はモーターにプーリーをつけて回せばよいと考えましたが、回転数をどうするかということを考えているうちに、 それ以上の実験をするのをやめました。バカバカしさを覚えたからです。インチキをする人はそこまでするだろうかと、つまりそこまでの能力はあるだろうかと。インチキ動画を作り人を騙すことを楽しんでいるような人はそのレベルの人たちです。つまりそのレベルの動画しか作ることができません。少しでも命、つまり 健康で生きている時間を大切にしたいと考えているような人なら、そういった行為がいかに自分の命を無駄にする行為であるかがわかるはずです。頭の良し足ではありません。あの、一期一会という映画の中でも、フォレストガンプの母親はフォレストガンプにこう言っています。バカなことをする人のことをバカと言うのよ。 頭じゃないのよと。バカなことをする人のことをバカというのよ。頭じゃないのよと。つまりそういうレベルの低い人をバカと言います。わかりやすく言えば、バカの人はそのバカな動画を作るということです。わかりやすく言えば、バカの人はもっとわかりやすいバカをするということです。が その竹で編んだカゴのような UFO について言えばそうではありません。現実離れしているのはもちろんのこと。私はあれこれ考えてみましたが、その再現方法がわかりませんでした。よく観察してみると、ゆっくりと回転しているのがわかります。あるいはそういった模型を作り、手でゆっくりと回しているのでしょうか。いろいろ考えてみましたが、 私の結論はこうです。本物とは断言できない。が、偽物とはもっと断言できないです。こういうとき、自分の頭の中で綱引きが始まるのがわかります。イエスか、イエスでないか、ノーか、ノーでないかと、四方から自分の脳みそが引っ張られるような感じになります。で、 私なりの結論を下します。それはちょうどジグソーパズルのようなものです。ある程度、チップを埋めると、それが何の絵であるかわかるようになります。簡単なジグソーパズルなら30、30%から50%もチップを埋めれば、それが何の絵であるかわかるようになります。100%埋めなくても、それがわかります。100%埋める必要はありません。 さらに慣れてくると10%から20%でもわかるようになります。で、私はこう結論を下しました。これは本物だなと。つまり同じ UFO でも人間でも簡単に思いつくような UFO もあれば、まず偽物と、あるいはそういったで UFO であれば、 まず、偽物と考えて良いのではないでしょうか。どんなものでもそうですが、人間はそこに見知らぬものを見たりすると、まず自分の頭の中にある、それに似たものを探そうとします。例えば、同教を鏡、銅卓を金前方公園墳を墓と決めつける、あの発想です。その方がわかりやすく、未知なるものへの不安を それで収めることができるからです。反対に何か見知らぬものを作ろうとすると今度は自分の頭の中にあるものを基本にしてそれを作ろうとします。例えばよく映画の中などでエイリアンが操縦する宇宙船などが出てきます。そういった宇宙船にしても人間の飛行機のコクピットと 大変よく似ています。つまり、そういった映画を作る人は、自分の脳みその中の情報を集めて、エイリアンの宇宙船を考えます。だから、人間の飛行機のココピットとよく似ているという範囲のエイリアンの宇宙船を作ります。があまりかけ離れてしまうと、宇宙船らしからぬということになってしまいます。それを、現実離れ、 と言います。で先に書いたバカな人というのは目の前の現実しか見ることができないバカな人ということになりますそこにある現実しか見ることができないからそういった動画を作る作って人を騙すことを考えるほんの少しでも未来を見ることができたら そんな動画は作らないはずです。時間の無駄、イコール、命の無駄。そして一度、自分の魂を汚した人は、それを元に戻すために、その何倍もの時間、つまり、命を無駄にすることになるのです。それがわからないから、馬鹿というのです。フォレストガンプの 母親がそう言っています。話は脱線しましたが、結局はそれを判断するのは私たち自身ということになります。本物か、偽物か、つまり UFO か、インチキ動画かと、皆さんの判断はいかがでしょうか Hello, this is Hiroshima City Japan. UFOs or strange lights over Gamma Gori, IH Japan. Gamma Gori 上空の謎の飛行物体。おとといですね、愛知県を検証し旅行して回りました。その帰りに Gamma Gori のホテルに一泊しました。そこでこんな光を見ました。撮影に成功しました。 この光は先日報告しましたマサチューセッツ州の上空に現れた飛行物体 UFO と大変よく似ています。それらは何であるのか。という報告は30分13秒後にいたします。で、まあとりあえず光をですね、比較してみました。左がガマゴーで私たちが見た ま、謎の光ですね。そして、右が、まあ、先日報告しました、マサチューセッツ州上空に現れました UFO と言われるものです。これらは何であるのか。その報告は、正体は30分13秒後にいたします。どうかご覧ください。ハロウ This is Hiroshihayashi, 浜正樹 j a p a n Proof o f a fake.UFOs over USA. インチキの証明、アメリカの UFO。T さんという方からですね、大変興味深いあの動画を送っていただきました。で、これはフェイク、インチキです。まあ、どこでインチキと見分けるか、皆さんご自身で一度見てください。注意深く見てください。この動画はインチキです。 Beautiful. Oh my god, is that your phone? Wait, wait, wait. Weird. I can't even get it on my fucking camera. Is that's that your phone? Oh my god, I can see a little bit. Oh my god, what the hell is that? Oh my god. Oh my god. Oh my god. I don't want to get that. Three. Oh shit. You think that's corny? Oh my god. What's that, Chinese lantern? Oh my god, that's scary. Oh my god, I'm gonna move back. I'm gonna get behind you guys. Hold on, hold on. I can't really see What's it. That, is that it? Wait, hold on. Oh, there's lots. Some of them are in the, all in the corner. Oh my god, okay, I see something. Oh my god, i never seen something like that before. You see the, hell, that the spaceship? Uh, on inside. So oh my god, on camera. Oh, my god, I saw, I saw. oh oh you're bad. You're so bad. Oh my uh, god. what's it? Oh my name god, name what god. You what's that again? your phone? You think that's your fault? What oh my god, name? that's sick. Oh. it! So yeah. you. Oh my god! I wanna get close! Oh I wanna get close get right there. there! Oh shit, let me get right here. Oh my road I, road road don't road what I don't know! I don't know! Let period. me see! Oh my god! Look at that! Oh look at them Oh my god! Oh、my God, that crazy. Hold, I という動画ですけどもどこでインチキだと私が思ったかですね皆さんは分かりましたかじゃあもう一度あの説明しながら 説明しながら一緒に見てみたいと思います。まあ、母船型の UFO がですね、小型の UFO を吐き出しているところですね。1番目、2番目、2つ目が降りてきましたね。でこれ続いて3つ目が降りてきますね。インチキまで14です。3つ目が降りてきましたね。 4つ目が降りてきますそして5つ目が降りてきます <music> そして順に消えていきますね今度は1番目2番目3番目が消えるときに注意してください1番目が移動していきます2番目は移動していきます 3番目が移動していきますね。ここです。今2番目が移動していくときもそのボロが出ましたが、ここです。分かりましたか分かりましたかじゃあ今度は5倍速で見てみます。えー、2, 番2番目が切るときもあの右の方で画面からはみ出してるの分かりますか 今、2番目が消えますよね。あちょっと、あの、3番目、あ番目消えますよ。見ててくださいよ。画面からはみ出してます。わかりますか画面がここで切れてますね。ビデオカメラならこんなことはありえないことなんです。消えますよ。画面からはみ出してますね。はみ出しましたね。ここなんです。わかりますかビデオカメラの方が、いわゆる追いつかないわけです。なわち、何かを、いわゆる別の動画をあのカメラで映して撮ったということです。もう一回見てくださいね。 で、もう一度、ここで消えます。今度は静止画で見てみます。いいですかあの、一番左の端の画面が、えー、切れてますね、ここで。そしてその影の中に UFO が消えていくということです。皆さんのカメラでこんなことができますかできないでしょここにトリックがあるわけです。まあ、いわゆるその、いわゆるボロが出たわけですね。 え、じゃあどうやってこのトリックを作るかですけど、これは古典的な方法で、ブラジル系の2000インチキビデオがこの方を使ってますね。まずあの CG で、あの UFO の動画をきちんと撮る、作ることは、これはまあ、上等手段です。で、それ、それをですね、あプロジェクターのようなもので、どっかに映すわけです。そして別のカメラでそれをわざとブラしたり、あの、あるいは、あの、ピンボケにさせたりして、別のカメラで撮って、あたかも、あの、なんて言いますか、あの、 UFO を撮影しているかのように見せかけるわけです。この手法で作った動画だということですね。で、もう一度見ていただきますが、今度はあの右の方でもやっぱり同じことがありますので見てくださいよ。いいですかまず母船がありまして、それから降りてきますね。で、まあよくできてるんですね、これが。私も最初見たとき、おっと思ったんですけどもね。あの、大体この、この種のもし UFO であればですね、 もう大体おかしいと思うのはカメラが待ってるわけですよね。あのー、はい、こういうポーズになるのおかしいと思いませんか大体こういうことは未来、未来的に起きることが分かり、分かってた状態で、まあカメラの方が先にアングルを決めてるってことなんです。まああのー、はい、待ってましたってばかりに撮ったわけですね。まあいいですけども、これでそういうこともあり得るだろうってことこの一番右の今度はあのー、 向かって右側の UFO に注意してください。UFO というか、デタラメの光にね。いいですかあのー、同じことが、やっぱさ,さっきは3番目って言いましたけども、2番目でもいい,かい,いですかよく見てくださいよ。一番右の方です。えー、右の方を見て、向かって右側が移動してきます。その時に同じように画面の外へはみ出ます。ここで見てくださいよ。いいですかはみ,すはみ出ますよ。はみ出ますよ。はみ出ますよ。ほら、はみ出たでしょ。こういうこなる。今度この3番目も同じように今度はみ,はみ出しますよ。見ててくださいよ。 画面から外へはみ出しますね。はい、はみ出しました。こういうふうにして、まあ、インチキがバレるわけです。まあ、バレたわけですね。t さん、あの、大変申し訳ないんですけどね、あの、あの、この前もなんかそんなビデオ作っちゃいまして、t さんがっかりなさったと、なさったと思いますけども、まあ、先日、あの、東京でね、お会いできなかったのはとても残念に思います。あの、また今度ね、機会作ったら一緒にお会いしましょう。ということで、これは大変楽しいビデオでした。 ま、これもね、あの、実に良くて、大体あの、反射光がないのおかしいですよね。まあ、どの奥さかが近くか、おそろ距離わかりませんけども。はい、パッと消える。これも、あの、上等手段ですね。ピカ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 って消えるっていうのは、まあ、あの、インチキ UFO のあー、上等手段です。Thank you very much.T さんどうもありがとうございました。バイ。ということで終わろうと思ったのです。そしてこの一度、この前の部分まで YouTube にアップしました。 がところがですね、いわゆるそのもう一度この見てみますと、これ、画面が切れているのではなくて、何かビルのようなものがあるわけですね。そこに気がつけました。で、旗とこれはあの私の間違いであるということで、えー、先のビデオを一度削除しました。そしてもう一度この検証している過程で、右の上にこんなものが映っているのが分かりました。なんでしょう、これ。 ということで拡大してみましたら、旗とまた気がついたんですね。これは、チャールズ・ホール氏が、まあ、エリア51で働いていたチャールズ・ホール氏が証言した UFO、いわゆるスカウトシップなんですね。で、これに似てる。が、それだけではなかったのです。実はですね、これと同じものを以前、私は見たことがあります。いわゆるビデオの中でね、VTR の中で見たことがあります。で、それを探してみましたら、ありま、あったんですね。 で、もう一度、ここの部分を見ていただきたいんですけども、これは、あの、先ほど紹介した、あの、てか、UFO とは別の UFO なんです。で、ここにこんな変なものが映り込んでいるわけですね。で、追っかけてますと、これが消えたり、現れたりしています。で、これをもう一度大きくしてですね、で、精査、てか、検証してみました。この UFO がですね、実は、えー、アメリカのフォートバースを攻撃した時に、空に現れた UFO と、 よく似ているんですね、まあ、同じとは言えませんけれども、よく似ています、それをまず皆さんに、まあ、そのビデオをご覧いただきます。まあフォートワースがこのような形で攻撃されているわけですけれども。 その上空に、ねまあ、UFO らしきものが映っているということは分かったわけです。で私がこれをあの拡大して分析したんですよね。まあ、私以外にそれをした人はいませんので、まあ、ここに何か映っているということは、あの別のアメリカ人の,あのブログにも書いてありました。しかし、それがまあ何であるか分からない分からないということは、それ以上の分析はしてありませんでしたからね。 UFO らしきものが現れたり消えたりはしているわけですでこれを私が拡大してみましたでそのまあフォトバースのこの UFO によるアタック攻撃事件につきましては別のビデオで詳しくあの検証というか説明しましたのでここではあの省略させていただきますけれどもここでですねあの現れた UFO ちょっとあの見ていただき 見てまあ、これ下の方は,は CG じゃありませんね、あの爆発と同時にあちこちであの反射光が光っていますから、いわゆるそれまで見えなかった暗闇の中のビルなんかが光ったりしています、それから変圧器ですけど、変圧器がこんなにあバラバラにあちこちであの爆発するわけないんですね、変圧器の故障だというふうにアメリカ政府は発表していますけれども。というようなことを考え合わせて、このビルを見ていただきたいと思うんですね。まあ、それと同時に まあ今回は、ですねその、まあ、はっきり言いますと、t u b e ス t a さんが送ってくださったビデオ、はじめは私はこれはフェイク、偽物だというふうに結論付けたわけですけれども、その影をもう一度見たときに、 おっと思って、そして先ほどの小さな UFO らしきものを発見したわけです。で、これはいたずらでできるのか、あるいは意図して作ったものなのか、あらかじめそれをそのここに描き込んだものなのかということになりますと、それはありえないんですよね。なぜありえないかと言いますと、ここに今ちょっと映りま、小さい映りましたね。これはこの程度しか分かってなかったんですよ。で、これを大きく拡大したのは、実は私なんですね。 でそれをこれから皆さんにお見せしますけども、これがあの今、フォートバースの上空に浮かんでいる UFO なんですね。これ、かなり鮮明な,鮮明なビデオでして、でそれを拡大しますと、こういうのは映っているわけです。映ってたんですね。これ、映り込んでいたわけですで。これを拡大して、 で、さらにそれが、チャールズ・ホーシュが、エリア51で働いていた、チャールズ・ホーシュが証言したスカウトシップに似ていると発表したのは、この私以外にはいないんですよね。ということは、先のその冒頭であの紹介しましたビデオを作った人がですね、このことを知ってなくちゃいけないわけです。 私がこれを分析したということをしてなくちゃいけないんですね。それで、比べてみてください。左がフォート,フォートバース。これみんな t u b e ストアさんが今回送ってくださったあビデオの中に映り込んできた UFO らしきもの。そして下にがですね、森本沙昇さんが以前送ってくださいましたクレアマント上空の、いわゆるこれは Google Earth の中に映り込んでいた UFO なんですよね。 で、これが、ウェール・チャールズ・ホール氏が言う、エリア51で働いたいチャールズ・ホール氏が言う UFO と似ているということです。そういうことを考え合わせながら、もう一度このビデオを見ていただきたいと思うんですで。果たしてこれはフェイクか。偽物かですね。本物かですけども、まあ私は、 非常によく出た、できた、まあ、なってますか、偽物だというふうに最初は結論付けたんですけども、いわゆる、また小型の UFO そのまま右下に出てますね、ほら。わかりますか今の一番目の UFO のやや右下に出てますね。あれまたケーマつけるんですよ。うん、ということを考えせますと、これは、こ,れをこの画像は偽物、動画は偽物なのか本物なのか、わかんなくなってきましたね、これ。 あまりにもコロナになってますか、できすぎたって言いますか、カメラがね、初めからあら,あらかじめ5個あられるのを待っていて、まあ、アングルを構えたという風にも見えなくもないんですよね。ということで、これは私、クエスチョンマークをつけさせていただきますが、ま,あ、また心の中で繋引きが始まるんですよね。本物か、本物でないか、イエスか、イエスでないイエスでないか、ノーか、ノーでないかという4つの方向からの。 あの津波引きに入りますここで3番目が切るとき、あれ2番目右の方で切るときに途中で消えましたね。あれもあの、あのなんていうすか、明るくしてみますとあの、画面が切ってあるんじゃなくて、ビルらしきものがあるんですよね。で決めましたね。今も、あ,のあれでまあ私に専門だというふうに判断したわけですけども、実はそうではなくて。 ビルだとか、物の影に隠れたというふうに見るのが正しいんじゃないかというふうに、今私の考え方、最初の考え方を訂正いたします。その影をあのもう一度、あの皆さんあの、明るいパソコンで見てあのあの、バックライトの明るいので見てくださるとよくわかると思います。で、ピカピカと光って消える。まあ、これはあの、なんて言いますか、はい、何とも言えないですね。あのフェイクのものがこれを真似たのかどうなのかわかりません。ま,ま,ま,ますますわかんなくなりました。で、結論はですね、はい。 結論は、キューブスターさん。わかりませんでした、これ。ということになるんですね。最初は、あの、このような認識だっていうふうに片付けてしまったんですけども、この、いわゆる右の上の UFO が映り込んでたことが分かって、考え方が変わりました。ということで、もう一度、まあ、まあ、皆さんに見ていただいたわけですけども、皆さんはこれが何だと思いますか ペンディングにしておきます。また同じようなものが出てきましたら、その時にこのお互いにね、互いにこう照合して、えー、ただあの本物か偽物かということを分かるわけです。これでまあだいたい似たものがですね、まあクレアモントも含めて三つ揃ったということで続くビデオどうかお楽しみください。Thank you and bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m t s Japan. This is a story. again about、uh, pearl shaped e u p o u s over Claremont USA in Japanese 今日の午後11月21日ですけども浜松市内に住む、えー、AM さんという方ですね女性なんですけどもその方が私の事務所へわざわざ 2, 2冊の本を持ってきてくださいました、えー、私が調べている クレアモントの UFO についてですね、同じものがこの本に出ているというんですね。驚きました。1冊はムーという、まあ、学研から出,して出ている本ですで。それに同じものが写っていました。でただ、ここの本に出ている座標はあの正確ではないと思います。後で正確な座標を示しておきます。でこれは実際の私が Google Earth から同じ場所で拾った写真です。載っていましたね。で 場所がベルナルディーノとなってますね。えー、クレアモントですよね。あのねあの、欧米の地名の付け方っていうのは日本と違いますのであの注意してくださいね。で、これはあのパーパーシェイプって言ったんですね。で、プラズマ UFO の可能性もあると。ということなんですね。 で、まあ、直径が50メートルほど、私が測定したのと同じくらいですね、妙な奇妙な物体が映っていると、そういうことなんですね。さまざまな意見が飛び交っていると。ちょっとあの記事がダブったかもしれませんが、よろしください。で、 まあ今後の動向に要注意もいただくということであこちらの本は終わっています。で、もう一度見てみますと、これがあの本の本に出て,い出ていた写真です。で、同じ場所で同じように私が Google Earth から拾った写真がこちらなんですね。2003年12月31日で見てください。この辺りをもう頻繁に写真、Google Earth の写真入れ替わってますから、 注意してくださいで同じように同じ場所で拾っていました。井戸経度はこの年ので、えー、ここに拾っておきました。2003年ですね。12月31日1月1日収録と書いてありました。で、もう一つはこの本なんですね。双葉社ってというところから出ている本です。で、ここにこんな記事があったんですね。パール型 UFO と。パール型 UFO って書いてありますね。なるほどの。真珠の玉みたいに見えるからね。ところがね、あの私、この UFO がですね、あの まるで生きている生き物のようにね、あの他の、なんて言いますか、あの別の UFO を攻撃しているあの YouTube え映像も見たことあるんですね。で、今、探してみたんですけども、ちょっと見当たりませんでした。で、まあ、記事はこのように出ているんですけども、アラバマあ、今度はアラバマ州なんですね。で、あ、じゃあ、あのさっき,さっきの,あの、これから見せるのはあのフロリダです。 これからあのお見せするのはフロリダの,あの上空に現れた UFO です。で何かということですね、大きいのか小さいのかもよくわからないんですけどね、Google アースで測定しますとまあ50メートルですけども、ぐーんとね高い上空に上がっていればもっと小さいと思いますけども、まあ、これがフロリダ州の コンゴニア・パークというところだそうですね。で、これはメキシコのガダ・ガダ・ラ・ハラというところであの見つかったといか、写真が撮られたんですけど、このようにこの球体がまあ集団でこう、なんて言いますかあの飛んでいるということが世界各地で目撃されております。これなんかもう本当にすごいですね、これは。あのもう一度見てくださいね。で、これと同じものが、同じものというか、あの別の,あの Google、これはーグ o g l e ですね。あの フフフリーフォートグラフの方で収録されてますこれはブレイキングニュースに収録されましたあのロサンゼルス上空を飛ぶ UFO だそうです。まあ,あの信憑性の方はっていうか分かりませんが あの皆さんご自身で判断してださればいいと思いますが、この塔の変態の仕方はですね、これからお見せするビデオの,あのクレアモントの上空を飛ぶ UFO の変態に似てますね。1機あって2機ずつこう変態を組んでいると、やや斜めの角度でね。で、これがまあ光ってるということですね。こちらのこれはライトだと思います。ライトを照らしてまあ光を見ているわけですね。街灯ですね。で、そのやっぱり向こうの方に。 大きく拡大していますと、このように見え,るというわけ見えたというわけですね。で、この高級体式タイプ、パール型の、ね、UFO というのはあの世界各地で現れていることはこれいいですね。ねでは次のビデオをご覧ください。Thank you very much for watching see you next time. Bye! ということで、551を紹介します。当初、この情報はですね、森本聡さんという方からいただきました。で、作ったのは2013年の11月ですから、もう今から2年前になるんでしょうか。1年ちょっと前ですね。で、この時は、あのこのクレアモントの上空にですね、あの奇妙なあの飛行体が浮かんでいると、えー。ということで、あの、2000、これはあの、 いわゆるその、まあ、情報、こういった情報をいただいたわけですね。で、森本さんがこういうふうに座標を教えてくださったわけです。で、まあ、調べてみました。で、クレアモントっていうのはどこにあるかですけども、2003年の12月31日の、いわゆるあの、Google Earth っていうのは過去に戻ってね、あの、 映像を見る、画像を見ることができるんですけども、その過去の画像の中にそれが映り込んでいたというわけです。で、こうした白いぼんやりとしたものは映ってたんですね。で、これに対して、まあ、いろんな方から、あの、批判がいただきました。これ、紐がついてるでしょ、ずっと。だからこれ、アドバルンだって言うんですけども、これは嘘ですね。そんな紐が途中で切れてますから。そして、道路に、まあ、よくご覧ください。で、これ、ぼんやりしてるということはですね、 まあ高速で移動しているしか考えられないんですね。下のトラックよりも早く、みんなが同じように移動してるいる、それ以上に移動しているということになるわけです。というのはトラックがはっきり映っていますから、まあ、かなりまあアメリカのことですから、100キロ前後でみんな走るわけですからね、それ以上にあの走らないと、動かないと、このようにぼや,ぼや,あのぼやけるということはありえないわけですね。トラックの方がは,はっきり映っているわけですから。そしてもう一つ重要なことはです、ね、これがあのいわゆるそのなんていますか、 高度がわからないんですね。これが飛んでる高さが。いわゆるそのカメラに近いところに飛んでれば、あの、大きく映りましし、大地、地球にえ、地下、地表に近いところを飛んでれば小さく映るわけですよね。しかし、まあ、全体として見ると、これはあの、そんなにそれほど高いところを飛んでるわけじゃないってことになるわけです。てまあ私、この高、あの、高原体、まあ、高級のですね、影を、この時は探したんですけども、影は見つかりませんでした。ということは、まあ、かなり高いところを飛んでることは事実でしょうね。 あこれは、あの、こうやって大地にへばりついているように見えますけども、あの、o g l e の場合は、あの、空を飛んでいるものもね、あるいはその、地方にあるものも同じようにこういうふうに映るわけですね。ピタッと、あの、下に、あの、は、張り付いたように映り込むわけです。ですから、これがドームのように地方の上でそうなってるってことでもないんですよね。まあ、そういうことを考え合わせながら、一体これは何かということになったんですよね。 まあ、辛っな方はわざわざ私のビデオをこれ作ってですね、林漁はデラメ言ってるんだっていうようなビデオまで作って発表なさった方もいらっしゃいますけども、まあ、それはご勝手にそういうことなされば結構ですけども、まあ、要するに、まあ、あのー、これは何かということですけど、私はこれは、 まあもちろん風船ではありませんね、これは。で、あの、その方はですね、紐がついていることを根拠に、アドバルンでアドバルンだっていうことをおっしゃってますけど、その紐の先がどうなってるか見られたことはあるんでしょうかそれとこれ、他に、これがみんなアドバルンである,あるならば、なぜこれらには、あるものとないもの、紐がついてるもの、あるものとないものがあるんでしょうかその辺の検証を全くしないでですね、林博士はデタラメ言ってるんだっていうことをわざわざ発表なさって、ご苦労様です。まあ要するに、これがもう要、要するにこれが何であるかってことなんですけども、皆さん何だと思いますかこれ。 ということで、まあそ、その時は分からなかったんですけども、やがて、チャールズ・ホールズっていう方がですね、あの、エリア51で働いていた方、先ほど言いましたように、その方が、まあ、スカウトシップというものがあったということを発表したわけです。でその形と一致するっていう、まあ、場所的にもね、まあ、距離的にも、それほど遠くないところであるということで、まあ、あの、私は、まあ、ま、ま、一つの、まあ、ま、その後また、ああ、やっぱりあの、クレアモントで、あの、映映これ Google ググスに映り込んでるんですよ。映り込んでる高級体というのは、 UFO であるというふうに判断したんですけど、今回、チューブスターさんがですね、新しく、あのー、まあ、送ってくださったあのビデオですね。あのー、中に映り込んでた UFO とこれが形が似てるということで、さらに、これはパール型の UFO である、ある、あるという、あったということを確信しました。そして同時にですね、最初の話に戻りますけども、チューブスターさんが今回送ってくださった、その、 まあ、いわゆるビデオですね。中に、いわゆるその、ほいわゆる5個とプラス母体、母船ですね。の、あの、6機の UFO の他に、えー、思わぬものが逆に言いますと映り込んでいたということです。まあ、その思わぬものを検証することによって、ひょっとしたらあのビデオは本物ではなかったかということになってきたわけですね。まあ、いわゆる綱引きがイエスの方に傾いてきたということです。まあ、そういう意味で今、皆さんにクレアモント上空にあられたこの UFO を見ていただいていますけども、 当初私はね、これはインチキで、はっきりまあインチキだっていうふうに断言して、あの、このビデオを作りました、作り始めたんですよね。それはあの自分でそういった証拠らしきものを掴んだんですけども、どうもその、その影の形がですね、まあ、もう一度自分で、あの、 今度はあのノートパソコンの方で見たんですね。私のノートパソコンは結構明るい、バックライトが明るいもんですから、あのデスクトップの方はですね、あの紫外線が発するということで、あのできるだけまあ最,最低限に光を落としてまあ見てるわけです。ですから、の家の影の形までは見えませんでした。しかし、直線ではないということを発見して、何て言いますか、家の影であるいは木の影だったかもしれませんが、とにかく、 いわゆるその私がフェイク説の、あのいわゆる偽物説の根拠にしているその還元がですね、まあ、崩れたわけですよね。ですから、まあ、あの改めて見直して、そしてすぐそのビデオを取り下げて、そしてこの新しくビデオを作りました。で、ちぼさんあの、がっかりさせてごめんなさいね、すぐあの書き込みいただいたんですけどもね、えー、バッさリと嫌いになりましたねって書いてありましたけども。 ま、こういうことはよくあるんですね。この UFO 検証っていうのはですね。もう、イエスになったり、ノンになったりですね。右行ったり、左行ったり、フラフラフラ,フラしまして、ごめんなさいね。って、あの、ティブサーさんあの、繰り返しになりますけども、東京でお会いできなかったのは本当に残念です。今回また次回ね、あのそういった機会があるときにはぜひ、あの、そちらの方に、ア森モルの方に私今度行くこうとになってますのでね。あの、どっかでお会いできればな、というふうに思っております。まあ、要するに、こういうものなんですね、皆さん。ええ。 これが映り込んで、皆さんこの Google Earth でね、このクレアモントの今座標、森本さんがし示してくださった座標で、この、このものを実際に見ることができますのでね、あのー、 これは今、東京タワーでもね、あの、Google Earth の上では、ここに下にペタッと貼り付いてしまうんだよということを説明しているわけです。というのは、先ほど言いましたように、その高級体、今の白い物体ですね、あれがその高さがわからないということなんです。いわゆるその高いところにあるものも低いところにあるものもですね、Google Earth の上では、ペタッと下に貼り付いて、まあ 3D で撮った部分は別ですけどもね、こういうふうに貼り付いて見えるんだということをこうして説明しているわけです。 ですからあの、白い物体がです、ね、非常にカメラに近いところを飛んでたのか、あれそ,うそうしますと今度はぶらけるということも分かるんですけども、そんなに大きいものじゃないと思うんですよね、これ。で,ですから、やはりこう地表に近いところを飛んでて、ぼんやりしている、そのぼんやりしている様はです、ね、先ほど見せました、冒頭に見せましたその画像と、それから次にあのフォートバースの上を上空を飛んでいる画像と比べてみてくださると、それが分かるということになるわけです。 ということで、ちょっとあの、最後の方、は早口でしゃべりましたけど、ごめんなさいね。そして、まあ、ちょっとこのとおり、は間が長かったですねそれじゃあ皆さん、さよなら。Goodbye! See you again next time. Bye! Bye bye! では、検証です。<laughs> 左がですね、 私たちがガマゴーリ上空で見た謎の光です。右がマサチューセッツ州上空に現れたとされる光です。左をややぼかしてみます。ガウスをかけてみます。で、拡大してみますと、両者は、まあ形はね、少し歪んでますけども、全く同じものであることがわかりました。で、この光は何であるかですけども、 簡単なトリックなんですね。実は、えー、テーブルの上に2つのペンライトがありました。このペンライトの光が窓ガラスに反射して映り込んだというわけです。そしてガマゴリのその上空に見えたということです。まあ、ということで T さん、とても残念ですけども、やはりこうマサチューセッツ州に現れたあの UFO は 偽物ですね。で、まあ、こうしてペンライトをうまく巧みに動かしながら、そして、まあ、ビデオを撮り、そしてそれをか、まあ、壁がどこかに映して、別のカメラでぼかしたり、ピントをね、ぼかしたりして撮ったものだと判断できます。いかがでしょうか。まあ、簡単なトリックです。まあ、ブラジル系の、あの、UFO はですね、このようにして撮られて,られていることが多いですから、皆さんもご注意ください。 わざとね。あとは、Oh my god!Oh my god!Oh my god! では最後に一言。Oh my god! Bye!